久保さん、久保さん、多分ね、時代じゃないですか。時代が変わったらいろいろ変わるので、うん、まあ、物も変わるしうん、情報も変わるし、価値観も変わるし、いろいろ変わるし、だから、その時代,を時代に応じて、例えば、まあ、物で言うならば、いまだにポケベル使ってるとしんどいですよね。まあ、公衆電話ないですから、今だったら、スマホに変えた方がいいだろうし、スマホの方が便利だし。でも、昔のままだとしんどいですよね。 だ考え方ととかか、使うものとか場所、環境、例えば日本が生きづらいんだったら海外に住むという選択もあるだろうし場所も変えられるしどこで考え方も変えられるし物も変えられるし全部変えられるんですけども自分が変わらないんだったら変わっていく世の中で生きていくのはしんどいよ言ってらっしゃい。